ルキャストレルカのやるかやられるか。じゃあですね、はい、お次のゲストをお呼びしましょうかね。大丈夫ですか、呼んじゃうんですか今。お皿洗ってます、はい、お皿洗ってますアルジールさん、あ、俺出れます、はい、この臨場感たまんなくない、ね、あ、みんな食べないほらサンドイッチ、サンドイッチ来て食べよう食べよう。ここカットやな、カット、ここカットです、ここカットしてザクーとか言ってる、ここカットです。私が食べるのかいいですか、はい、回しっぱでいいですか、回しっぱでいいですか、はいはいはい、ままでこのまま行きましょう、はい、行きましょうね。それではですね、今夜は今度は間違ったカットです、それでは今度はこの方にお話を聞いてみましょう。すいません、自己紹介お願いします。はい、こんばんは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 、誰こんばんは男の人なのは分かりましたけど、どなたでしょうか、はい、コメディの店主です。やった、拾ってるかな、拾ってる拾ってるかな、ちょっと遠いかなコメディのね、あの店主さんの名前はアルジさんです。アルジさん、アルジーヌさんです。ペコッペコッとしてるけど映像じゃないんですよ。ラジオネームみたいな。アルジーヌさん、本名は違うんで、あ、そうですね、本名違うんで、本名違うけど、まあでもどう来ると思って、通り名的にはアルジーヌでいいんですよね。アルジーヌさんです。四谷三丁目にある小さな喫茶店ホメリというところを経営されています。そして毎日毎日本当にライブがあるという素晴らしい、いいですよね、すごい毎日ですよ、面白いんですよ、その企画が本当にすごいですね。何年ぐらいこちらをやってらっしゃるんですか。8年です。8年ですよ、四谷で8年続く。8年前とか俺生まれてないよ、っていうのはいくつだろう小学生だから、いくつなんだ君はねそうなんです、いろいろ年齢ぶれる。さあ始まりました、2月18日、本日は日曜日です。10回目、記念すべき10回目の配信です。前回の通りなんですが、ホメリで私たち、ライブをやったばっかりで、もうヘロヘロで飲みながら10回目にして、はい、いや9回目からですけど飲みながら放送してるという感じなんですけど、楽しくなってきましたね。大丈夫かな、大丈夫じゃないですか、ね、後から聞いて死にたくなんないかないや今年はね、そのここのホメリさんでですね、各言えない、いつも私隔月、隔月、隔月、隔月に一遍毎回言えないんですけど、隔、はい、月で、長編成のライブをしようっていう企画をねやってましてですね、ようやく1月23日のライブが終わったというところでやってます。1357911ですか、うん、西向く侍ってやつか、うん、あ、そうですね、なんかあるね、なんかあるよね、うん、指のあれでしょ、またでやるやつ、だから31日しかない月に近いらないってことかな。おお、あ、そうなの、そうじゃないか、そういう決まりなんだ、そういう決まりなんだ、決まりか、いやいや、今適当に言いますいや、わかんないから調べてください、はい、そんなライブの後でやってますけども、はい、あ、美味しいサンドイッチを今日も作ってくださってありがとうございます。ありがとうございます、宣伝していただいて、すごいんですよ、パン手作りで、で中のねこの具もね、アンナちゃんが匂い嗅いでます。先週のゲストは、先週じゃねえや、一昨日か、そうです、一昨日のゲストが、この間のゲストが今匂ってます、嗅いでます、どうですか、いいんですか、食べて、いいですよ、あ、食リポしてください、じゃあまさかのここで急に小池さんによる、いいですよ、はい、大きいんですよ。いただきます。彼女の顔ぐらいあります。うん、本当にレタスがこのサク咀嚼音。アメリカ人聞いたら怒りやすいよこれ。そうだ。どうどう。いかがですか。ポップ新宿。ポップ新宿って言ったらいい。じゃあポップ新宿。ポップ新宿。ポップ新宿な感じのサンドイッチで。いやなんか。って言いましたけど、うん、いいんですか、いいよいいよ、はい、あのリハーサルしてる時からずっとあの、ね、パン焼いてるいい香りがね、あ、いいですよね、今食べてこれかってこれかってこれかってなりました、やっと味わえた、やっぱり、ね、そうやっとサクサクじわじわ、うん、ツナサンドすごい美味しいんですよ、マジで美味しいよ、僕ね世界で一番好きなんですよ、スパイシーですね、そうそう、ちょっとスパイシーでピリッとしてね、ビールに合うんですよね、そう、また美味しい、でコーヒーもねすごいこだわってて、
らっしゃいますよね。ありがとうございます。控えめですね。どうしたんですか。はい、いつもグイ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 きますよね。あるチーム。あ、はい。照れてますね。ちょっとドキドキしてますね。ドキドキしてます。そうなんです。コーヒーもすごく美味しくて、前澄先生普段ねコーヒー飲まれないんでね。そう、飲まないんですけど、レコーディングの時に入れてもらったグラム3000円のコーヒーとアルジンさんのコーヒーは飲めます。高いでしょ。使ったことない。やっぱ美味しいやつは飲めるらしい、舌が超えてる。舌が超えてるんですね。ガクトみたいな感じですね。格付けらしいね。ですよね。まあそんなこんなですね、はい、まあ結構ホメリさんではもう何回目ですかね。4回目、4回やった、4回やりましたっけ。4回やったか、4回目か、うんうん、そうですね。 1回目が2人だけ。そう、もう1年前ですね。ちょうど1年前ですよ。1月デビュー。いや2月だったけど、2月だったまあ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 大体大体大体でいいですよね。そうから数をこなすと結構やってきて、一番ベルカストエルカの成長を見守ってくださった、うん、一番誰よりも知ってるかもしれないですね。ほくろの数まで知ってますからね。そ, ね、危ねえな。そんな関係なの？危ねえな。そうだったんだ。やめて。全員の。もうアルジさんワイン飲んでるから悪いみたい。そういうことも言っちゃうみたいです。またこのワインが似合うんだ。ね、あ、超似合いますね。氷入れてる。氷入れてる。偽物ですけど。アイスワインですね。アイスバレンチャレンジ。どうですか、うん、結構長く聞いてきて感想とか、うん、なんか前澄さんの音楽とかベルカの音楽とかどうです。もう散々言ってるからね、うん、もうすでにね、うん、もっと言って、もっと言って、もっと言って、もっと好きって言うんでしょ。そうそう、もっと好きって言って。そうそうそう、リスナーはその辺知りたいと思ったからね。最初聞いた時どうでした。いや、ね、一番最初そうだから2人でやるにはね、そう、最初聞いた時はあれだった。やっぱりね、世界観がね多分ね大きすぎて、うん、2人でやるには多分表現しきれないのかなって思った。あ、ただね、やっぱねそこにあるね、なんかね結局結構好きなのよね。最初に聞いた時からさ、告白された。そう、曲、楽曲がすごくタイプで、でまずもう声がさいいじゃないですか。私のこと指さして言ってますよ。ね、声が好き、曲が好き。ああ、ありがとうございます。そう、だけど、だけど多分今日もね何度クソババ発言ひどい、多かったよ、ね、今日も、ね、結構言われましたよね。12回ぐらい言ってた、ね、12回ぐらい言ってた、うん、証人がここにいますよ。1年もビデオ見てみよう。だ、ね、そうだね、記録残っちゃってるからね。そうなんです。最初の頃そんななかったのにね、まあ、そう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 、もっと丁寧なかまどどぶってましたよね、もっと。いや、でもまあまあそんな感じで、うんうん、まあ、ただそのきっと彼はもっとこうあれで多分こう、編成を増やした時に、うんうんうん、ものすごいこうなんかこう世界がこうバーンとこう伝わってくるような気がして、うん、それはね最初に見た時にまず思った。だからなんかもっと違う、まあベースが結局ね楽器が入るわけなんだけど、そうそうそう、その次から ね、うん、2回目ライブからは楽器に入ってって、そうなんですよ、うん、だけどそう思ったことはね、うん、本当1回目で思って、でベース入って、まあそうだよね、ベース入ってもほら負担っていうかさ、うん、そう、ギター1本でさ、オーケストラやろうと思ってる人、これその1パートだけでもこんだけ変わるかっていうの2回目、うん、これもうすごい確信したよね。すごい嬉しかったです、うん、だからその2回目が終わった後にアルジーヌさんがもうこれだっっこれだと思った、本当にこれは素晴らしい、言ってくれたの本当嬉しかった。でなんかねちょっと喋ったんですよ、ケイ君とね、うん、そのなんかそのケイ君だって、ケイ君、前泉さん、前泉さんケイ君って言うんですよ、可愛い感じですね、ケイ君ね、喋った、なんか喋ったんですよ、確かその楽曲のね作ってるこう世界の感じとかね、うん、なんかそれがなんか自分がこう思ってたのとぴったり同じじゃないけど、でもなんかちょっとこう自分が持ってるものとやっぱり近いところを言ってくれたっていうかさ、なのでやっぱそうかと、うん、でもますますこう欲が出て、うん、で、まあ、今日ほらまた違うパートが入って、うん、ラッパーが入ってね、うん、ラッパーとねコーラスも入ってね、うん、そしてね今日はねあれでした、ややこう後ろめなリズムのちょっとブラック寄りな結構跳ねる感じの曲が多かったので、さらにこの、これはね、さらに乗ったね。乗った。何にだろう。何かに乗った。時代的なものに乗っちゃったのかな。乗っちゃった。よくみんな座って見てるなと思った。ああ、確かに。うん、それね。結構こう、うん、結構こうだよね。腰にくるサウンドが好きなんで。まあでも。このホメリさんに立ったら満員電車になりますからね。本当にそうなる。満員バスみたいな感じになる。でもいいと思いますよ。
ああ嬉しいですね。嬉しいです、ね、見守ってくださってて。いやそうです、ね、抱かれたいわ。およっよっ配信流せるかこれ。どうぞ。心広いなおい。今がどうでもいいと思って。はいです。病気だけに気をつけてくれればそれだけで。リアル健康に気をつけてくれればいいと思ってますんでね。本当ですよ。毎日本当にいろんなジャンルの音楽をここは聴けるところで、やっぱアルジームさんはね、そういう意味では毎日音楽に触れてる方だから、うん、やっぱりね、いろんな。いろいろあるでしょうけど、思うところとかが、うん、思うところ、なんか、ああいろいろな人を見て、そうそういろんな人、本当いろんな人見てる、いろんな人を見ていろいろ思い、そして日々私自身も成長していると、いやいいこと言ってる、NHK かな、あれなんか、いいですね、NHK かな、ためになる、そうですね、お、ダメだ流せないこれ、人の曲だ人の曲、あ自分で歌う分にやってる、あ大丈夫なんですね、うん、はい、そうなんだ、うんうん、音源そのまんまかけるんじゃなければ大丈夫、そう嬉しいねそんなこと言ってもらってね、うん、どうですか先生。ね、本当にね、僕褒めてくれる人好きなんで欲しがりなんですよ、私もそうなんですよ、うん、褒めてくれないと嫌いなんで成長しないんで全く成長しないんでね、うんうん、けなされるともうやる気なくなるんで本当に本当に人手なしの2人ですよね、正直ですね、そうなんで欲しがりですよ、うん、いやだよね、こんだってアーティストとかがさ、その例えばよ、自分が好きなアーティストの雑誌で、うん、こんなこと言ってたらどう思う、なんか引くわ、なんか引くよね、引く引く、でもそうなっちゃってるよね、褒められないと伸びないんですとか言っちゃうんですあ、まあいっか、でもこんなスタンスの人たちいないからいいんじゃないですか、うん、正直でいいんじゃないですかありのままのメルカでいいんじゃないですか、うん、あいいですね、うん、まあ、お金と夜の生活はオープンにしていこうっていうまた余計なもんが入ったぞ、うん、なんだなんだ今の言わなくていいのにそこまでは本当にそこまで望んでないですよ、うん、驚きですね、ありがたいですね、まあ、そんな感じでホメリさんではもう、うん、ずっと長くお世話になりたいなと思ってますが、うん、雰囲気がいいんですよね、雰囲気がとても良くて歌ってて気持ちいいですよ、うんうん、そうお店すんごい可愛いんですよ、なんかね、なんて言ったらいいの、うん、パリパリ知らない、行ったことないけど行ったことない、俺もない行ったことないの、俺もない、パリ好きなんですねって言われるんで行ったことない、うん、パリですよね、うん、パリですよ、うん、パリ感、なんつったらいいんだろう、ちっちゃいね、うん、小物雑貨みたいなのがね、所狭しと置いてあってですね、エッフェル塔もあるし、はい、うん、そう椅子の形も全部違うぞみたい な、 なんかそういう感じでね、丸出しですけどね、丸出し行ったことない行ったことないの初めて、すらない、あそうなんですね、びっくりした、うん、びっくりでしょ、なんか住んでたのかなって思った、うん、あじゃあそうして、うん、じゃあ住んでましたパリ感が味わえるところで、うん、今度アコーディオンとかもねやっぱり、そうですね、いいね、うん、今考えてるんですよ、あ素敵、あなんかバンドにね、それこそその4月の、うん、バンドにも入れる、はい、でレコーディング、あそうそうレコーディングも入ってもらったんで、ね、うんうん、だったらいいかなって、あそうね、やっぱホメリさんねアコーディオン結構推してるお店なんで、ミュゼットとかが多いですか、ミュゼットとか、あここに来るアコーディオン、うんうん、そういうわけでもないかな、あ結構様々かな、様々、ちなみに昨日のバンドは、うんブルガリアとか、あブルガリアか、東欧ね、東欧系、うん、ルーマニアとかね、ああいう感じの、うん、民族チックな感じですね、そうですね、うん、まあ、なのでいろいろなジャンルというか、うんうんうん、国の音楽のいいですね、うん、民族音楽好きにはねたまらないですよ、ですね、やっぱりあとはもうアコーディオンの聖地と呼ばれてるだけあるので、お、うん、お誰か呼んだか勝手に言われ、なんかよく聞くけどね、よく聞くよね、ホメリと言ったら「あアコーディオンの人なの?」みたいなよく言われるよ、いや何かやるって言ったら、ああ私が、うん、あ他の人に「何アコーディオンの人と一緒にやるの?」って言われた、あ最初の方とか、うん、あ、まあ、あここでやるからって、そうそうって言ったらギターじゃなくて、ね、アコーディオンだと思われてた、うん、そう、はい、そんな感じでですね、これからもよろしくどうぞお願いいたします、なんか告知は別にいいよ店長から告知って書いてあるんですけど、店長から告知、はい、なんかありますか、店長から告知、だってあれでしょ、3月の、あ3月のそうです、お世話になります、24日の、ね、これプッシュでしょ、土曜日も大プッシュ、はい、次は、はい、次は、うん、そうここですよ、うん、ここで次は5月、うん、5月、7月はあれですよ、うち
周年です。あ、周年ですね。じゃあ周年パーティーで7月の19、7周年、7周年、8周年、8周年、8周年、じゃあ半日ぐらいライブやります。やろう。わあ、素晴らしい。半日、半日やろう。いいね。やろう。じゃああと半日ラジオやろう。そうです。それだ。それだ。辛い辛い。決まりだ。ああ本当に楽しい時間をどうもありがとうございました、うん、いいライブでしたね。いいライブができまし た、はい、最高です。グッドです。今日見れてラッキーですよ、はいね、はい、それでは、はい、というわけでお聞きいただきましたベルカストレルカのやるかやられるか。お相手は私前住圭人、清水ゆきと、ボンちゃんと、小池杏奈と、石垣春奈と、アルジーヌですはい、はい、バイバーイ。ありがとう。超大人数放送でした。二度とありません。いや